で、いいってもらって、で、書店とかを稼ぐのは、ここでやればいいんですね。子供で、書店稼ごうとしない方がいいです。はい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 、これはね、おかわりの馬、おかがあったり、はいはい、馬が大きいルールのコツ。はい、親で稼ぐ。書店を稼ぐのは、親でやることなんで、はいはいはい、子供で稼ごうとしない方がいいです。はいはいはい。はい、うん。飼ってる時ね。うん。いい手だね。いい手ですね。もういいよ、わかんなくて。レンちゃんいらないから。いや、レンちゃん。この時はいるでしょ。この時、やってる時はね。やってる時はもういい。もういい。本当に。上がんなくていい。いやいやいや。やってる時はいるでしょ。ん？ん？まあ、パーマンかチーマンだね。パーマンかな。うん。これはつもぎり、うん、あれはい、なんか、あ、本一ね、はい、トン豊音入ってるからね、これ、はい、確かに、はい、これ、要は、はい、おたかぜポン、はい、まあ、ピンズの染めで、はい、なおかつかなり形が整ってないとこれトーン別に切れてるわけじゃないですからね。まあ、そうですね、確かに、はい、かなり整ってないとこうならないんで、はい、でトーンって安全度も高い牌じゃないですか。そうですね、安全度も高い。だからこれテンパイの可能性かなり高いっす、うんうんうん、はい、トーンより安全な牌持ってきたっていうことも考えられるんですけど、うんうん、あとねもう一個あって、うんうん、これトーンとヨトって見せたくないんですよ普通はね。これを見せてしまうと、はい、めちゃくちゃ泣きづらくなるから。はい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 、はい、うん。なのに、切ってるっていうことは、これね、だから、例えば、うんうんうん、トン切って1枚。はい。ペー持ってきて。はい。トンは1枚切れじゃないですか。うん、はい。太しい目線ね。うん。でも、ペーは完全安牌じゃないですか。そうですね。だからトン切るかって言ったら、うんうん、トンそんなに切りたくないんですよ。うんうんうん、はい、もういろいろ何にもなくなくなるからね。うん、だってフトッシーのこの展望状況って、はい、今4000、マイナス4900点。はい、うん、で、滝沢さんとマンツモくらいの差なんですよね。うんうん、で、めちゃくちゃ上がりたい曲なわけですよ。はいはいはい、はい。めちゃくちゃ上がりたい曲に、めちゃくちゃ、こう、いい手をもらって、うんうん、本一の上がれそうないい手をもらってるから、こういうことになってるんですけど、はい、そういう時に安全度、トンの安全度なんてものを考えて、うん、周りに泣きたい牌止められてる場合じゃないんですよ、ね、確かに確かに、うん、そうそう、だからペーとか持ってきてもなかなかトンにならないんで、うん、これは一手進んでトンが出てきた可能性が高いということになって、はい、テンパイの可能性が高いっていうことになるんですね。なるほど、はい、まあ、とはいえ一切れのチュンくらいいきますけどね、うん、はい、まあ、うん、まあこの形だったら、まあ、とりあえず一旦ピンズは止めるけどっていう感じかな。はいはいはい、はい、うん、100でしたと、うん、はい、なるほど、はい、7万点になりました。すごい手、えハイパイですよあれ。あ、大輔もいい、えいい3点だ。滝沢一面です。霞んで見える一つのこの手も霞んで見える。でもこれなんかすごい手じゃないですかこれ。いや霞んで見えますね。メインホンチートイドラドラですよこれ。霞んじゃダメですよ。でも霞んで見えるな。確かにこっちが良すぎる。ああ、しかも日差しは見えないけど、はい、いやな、そうか。でも早い。ああ、これ大変、これは大変。大助堀大助、あー太しもいいよね。これ全部ポンじゃないかも。ポンポン攻撃でも3ピン使えないと安くなっちゃうな。ポンポン攻撃、ポンポン攻撃。中田さんの歌みたいじゃないですか。あ、まあそうですね、確かに。ポンポンみたい、ポポンのポンみたいなやつですね。、はい、ポンポンポンですね。第一杯連チャンしたいはずなんだけど、大輔さんからリーチしちゃいそうだな。ね、大輔がね、もうね、待ったなしですよ。もうラマかリーチか考えるまでもなく、はい、リーチって言ってるって、猿川さんが大輔さんが言ってましたね、そういえば、ね、ありましたね、インタビューで、はい、すっちそうだったかな、うん、それ黙ってにした時は言ってましたね。
精査する前にもう口がリーチって言ってるっつって、はい、ここもそうじゃないですか。そう、これはね、お、これでちょっと対応に振り返る可能性も少しありますね。ふとしは本一のリャンシャン店です。ここで目いっぱい。あと大輔さんがリャンウマンのターツがあるんですけど、はい、リャンウマンめちゃくちゃ場に切れてるんですよ。はいはい、変えたいもあるか。もう5枚見えてるんですよ。リャンマンはないんですよ。じゃあ今払うか。そうなんですよ、それもあるんですよね。単用にもなりますしね。はい、なんか持ってきたいい牌だったら、はい、いいシャンテンからリャンシャンテンに戻すのもありですね。ドラッグついたよ。これでもう内定全部全部ポンでしょうね。てか白をポンしたい、とにかく。そうですね、マンガン確定させたいですね。シャーから来ましたね。でピントンかトン、キュピン打つかトン。泣きたいのは白なんだと。うん、あと一通の福音とかもあるってことかな。そういうことでしょうね。出費力でいうとね、トンの方があるんで。お、これはいい万か3万打ちたいか。そうですね、はい、これはいい手になりましたね。あの6万はめっちゃくちゃ、あ、白白あっておかしくない。おかしくないですね。でもこれ相手が太志さんなんですよ、滝沢さんから見たら。絞るカズノリ、絞リングです。絞るカズノリ。でも危ないっす。あー、テンパっちゃった。絞ったら絞り裏目、涙の白。難しいですね、絞るって。いやでもこれ打たなきゃいいんですよね。いや、さすがに打ちますね。打ちます。はい、そうですね。でしかもトントンじゃないですか。はい、普通あんまシャンポンに見えないんですよ。見えない、おっしゃる通りかと。やっぱね、両目に見えるんですよね。トンよりいいシャンポンで待ってるってことですもんね。そうなんです、なかなかないっすよね。でそうなんですよ。でトントン、例えば白あたりでシャンポンとするとトントン白白、まあ、X の牌があるじゃないですか。はい、大体ねトン残すと思うんですよ。はい、いいシャンテンならばトン、1枚目切ったところいいシャンテンならばそうするんで、あんまりこのトン白とキューピンのシャンポンってあんま想定しないんだよな。あ、まあ僕はですけどね。はい、だから吐く割といけるかなって思っちゃいますね。手もいいですし。うわー、すごい徹底してる。マジかっけーじゃん。今なんかね、リーパイ変えてたんですよ。吐くを真ん中の方に移動してたの、我々が喋ってる間に。うわあれだ、うわお前男だよ。はい、すごいな、えらい、やるやん、カズノリ。そしてスイッチャーさん、もうすぐ抜く。マジ止めたって。